こんにちは、金黒です。今回はリコーシータを買っちゃった、そんなお話です。今回は住まい作りに役立つ内容の動画じゃなくてすいません。この新しいカメラ買っちゃったっていう動画なんですけど、これリコーシータっていうカメラです。この変わった形のカメラなんですけど、ここがレンズなんですね。ここがデメキンみたいにビョコンって飛び出したレンズになっています。それが裏面にも同様についてて、ビョコンって飛び出ています。このデメキンみたいな2つのレンズがパシャッとシャッターを押すと360度撮影してくれるというカメラになっています。これ面白いなと思って前から興味あったんですけど、私の仕事、不動産とか建築にこれ役立つんじゃないかなと思って前から気になっていました。このカメラ買った初日からもちょっと改造しちゃったんですけど、いろんなホームページで紹介されているこのデメキンみたいなレンズがこう下を映した時にこのちょっと飛び出た部分が映り込んじゃうんで、ここカメラないように見せるために100円均一で買ったキッチンとキッチンの隙間を埋めるようなテープをこう貼り付けてみました。それによってこのデメキンみたいなレンズがこう下を映した時にこのアルミ箔がまた反射して近くのものを映し込むことによって、できるだけこのカメラの存在がないように見せるような、そんな改造をちょっとしちゃいました。それでは早速このカメラを使ってインテリア写真を撮ってみたいと思います。この360度のインテリア写真楽しみです。まずはこのカメラの横についてるこの上側のスイッチを押してみますと、スイッチ入りまして青いランプがつきました。あとこの下の赤いランプなんですけど、こちらは Wi-Fi の接続なんですけど、このスマートフォンとか iPad でリモートできるんですね。それで iPad を Wi-Fi 接続されました。次にカメラをセットします。ちょっと今回はこんな感じで置いてみます。このシータのアプリを立ち上げます。立ち上がりました。ここにカメラがありますね。それでここを押しますとシャッターを押せるようになります。そして私が映り込まない位置に移動しまして、このシャッターボタンを押します。キュイっていう可愛い音がしてシャッターが切れます。これが先ほど撮影した写真です。まん丸に球形に映ってますが、これをちょっとピョーンと伸ばしまして、ちょっと見やすいように調整しますね。これぐらいかな。カメラはここに置いて撮影したんですけど、映り込まないようにアルミテープ貼ったんで、ちょっとはカメラの様子が見えにくくなってます。そうですね、あんまり映り込んでないですね。シャッター1回でこう360度ぐるーっと映し込むカメラってすごい画期的です。こう空面だったり床面だったり全て映り込むって便利ですね。私の仕事のようなインテリアとか建築関係、または不動産、これ使うと便利なんじゃないかなと思いますね。今回はリコーシータを買っちゃったっていう内容の動画で、住まいの解説じゃなくてすいません。次回からは真面目に住まい作りの解説していきますんで、懲りずによろしくお願いします。またチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは。